さあ久しぶりに妖怪ウォッチのランダムバトルやってきます。ここ1週間ぐらいやってなかったんですけども、あのね、まあ他の動画でも言ってるんですけど、僕ちょっと海外の方に行ってまして、で海外のそのホテルの、まあ、Wi-Fi につないで、まあ、ゲーム実況とかやってたんですけどね、パソコンはインターネットにつながってたんですよ。ただね、Nintendo 3DS がなぜかインターネットにつなげることができなかったんで、ランダムバトルがこの1週間できなかったということで、今回は相当久しぶりにやっていきたいなと思います。さてさて、今ね、僕あのジバニャン S をですね、あのなんだろう、いろいろ工夫して百裂肉球をものすごい、なんだろう、ダメージが入るように今やってるんですね。まあこれあのある有名なランカーの人から教えてもらったやり方なんですけども、まあブリー隊長ね、ブリー隊長に取り付かせて、このジバニャン S のね、百裂肉球を超アップするという、まあゲップ出ましたけど。でなんでシュワクちゃんがいるのかというとね、シュワクちゃんがいるとあの攻撃が全部当たるようになるんで、百裂肉球が全部当たるんですね。ということで入れてあります。やっていきましょう。今ね、夜中の、一応ね、夜中の3時なんですけど、なぜかねマッチングがすぐできる。みんな寝ないんですかね。寝た方がいいよ絶対。僕はね、ちょっとあの、あれなんですよね、もうほら、マッチングがめっちゃ早いから。みんなどんだけやってんだよ。僕はね、あの、ちょっと生活リズムが狂ってしまって、今この時間帯に起きてるんですけど、普通だったらね、この時間帯寝てるから、俺。さあ、どうしよう。シュワクちゃんを前に出すか、それともジバニャンたちをまず戦わせるか。ああ。ちょっ、ブシニャン厳しいね。あー、なんでサボるかな。そしたらこうしよう。おばあちゃんを前に出して、あー取られた。あー厳しい。この勇ましのメンバーの攻撃力ちょっと厳しい。おばあちゃん頑張って。よっしゃ、いた、いったよおばあちゃん。あ、これはね、容器取ろうかなと思ったけども、倒して。あー、こいつがいたのね。やめたいし。さて、ジバニャン S、 まだブリー隊長取り付いてないね。取り付いてくれ。あー、これ5級だよね、確か5級の人だよね。なんか強いんですけど普通に。あー、やめてー、やめてほしい。これで結構ダメージ入る。いけ。よし。メンバー交代。さっきここにブシニャンがいて、その隣にあれがいたんですけど、なんだっけあれ、アペリカ。ということはエンラのコーンをつけていて、そう、技出そうとしてた。あ、じゃあこっちも出そう。ブシニャンだったら耐えられる。お前なら大丈夫だ。あ、痛い。マスクドニャンがやられた。あれ、耐えた。おっしゃおっしゃ。え、何ビクトリアーン、どうした。違うんだ、このジバニャン S のね、百裂肉球もっとダメージ入るはずなんで、ブリー隊長が取り付いてくれたらもっとダメージ入るはずなの。あー、しかし今戦った低階級の8級の人、最近ね、あの低階級の人結構強いんですよね。もう絶対ブシニャン、アペリカン、
ね、ブシニャンとアペリカンのこの並びを見た段階でもう絶対エンダエンダのコーンつけてんだろうなと思ったけど、さあ来た妖怪神ね、こっからが本番。どうしようかな、ババアを前に出すか、こうするか。こうしてしまうと僕の攻撃が後の方になってしまうんだけども、うー取り付いてほしい。よいしょよいしょ、いた、あれに、あーどんだけ武士にはいるんだよ。よし、いったー、やったぜー。よし、これでようやくジバニャンの百裂肉球が、あーこれ多分ね、武士には吹っ飛ぶんじゃないかな。おりゃー、いけいけいけ、あ、なになに、おかしいおかしい、なに、もっとダメージ入るはずなんだけど、あれ、まあでも結構まあダメージ入ってるには入ってるけど、入ってダメージは入ってるんだけどね。わあ、これちょっと厳しいな。よーし、ね、ブシニャン倒した方がいいかな、これは。あー待ってくれー、ちょっ、わーわーわー、厳しい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 、それ厳しいっすわ、厳しいっすわ。よし、あーこれ待ち伏せしてんのか、ひどいひどいひどい。あーよかったよかった、あぶねーあぶねー、あぶなかった。あーいた、まだいた、まだいた、あんたたちまだいたのか。おかしいなぁ。確かにジバニャン S の攻撃力結構高くなったけど、まだ違うんだな。ブシニャンを一発で倒せるぐらいの百裂肉球ができるはずなんだけどな。うん、まあでも2回目もね、なんとか勝ちました。よし、そしたらね、もう3戦目やっていきましょうか。今本当にね、夜中のなんだ、今はね、もう朝の4時になろうかという時間帯なのにすぐマッチングできてしまうという。魔人だ。あ、この人ね、確かさっき戦ったんだけど、うん、戦ったんですよ、30分ぐらい前。その時はね、妖怪神だったんだけど、今魔人になってんな。今この妖怪ウォッチの動画を撮っているのが4月の7日なんですけど、今日からね、小中学生なんか学校が始まる人も結構多いんじゃないですかね。あー、いけ、職者いけ、よし、会えた。あー、うわうわうわ、厳しい厳しい厳しい、ちょっと待ってくれー、待ってくれー、うわちょっとこれどうなってんだよ。うわあ、でも技出したいけどさ、いやクソ間に合った、オッケー。うわあ、まあボロ負けやんかい、ボロ負けやんかい、これ。まあ容器取ってもな、うわ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 、この人ね、多分魔人じゃないな。わざと階級下げてるような気がするな。さっきも戦ったんですけど、妖怪神から魔人にね、降格するぐらいの感じじゃないんだけどな。お、妖怪神になった。もう一回戦いたいっすね。どうだろう、シワクちゃん入れない方がいいかな。
シュワクチャン前に出してると敵の攻撃も全部当たってしまうからね、結構厳しいよねマスクドニャン。シワクちゃんいらないな、外そう。よし4回目。お、ジバニャンがあんまダメージ入らない。どうしようかな。わん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 、また随分鬼畜なメンバーできたね。あー、これジバニャン結構ダメ入っちゃう。ダメダメ、ジバニャンやられちゃう。大滝の術はちょっと厳しい。うわー、そしたらこうしよう、こうしよう。よし来た、一発ぶちかませ。間に合え、間に合ってくれ。うわー、もうお願いだから三つ股の打ちは一体だけっていうルールに変えてほしいよこれ。うわー、これは結構鬼畜な感じできたなね。こっちが攻撃するタイミングになったらクローニを前に出すっていう。あー、これはダメだろうな。うわー、何もできねえよ、何もできねえ。あっ、やられた、何もできなかった。そうか、シワクちゃんがもういらないから肉食い男代わりに入れようかな。うん、前あのコメント欄でもそういうアドバイスがあったんですよね。肉食い男がいればね、あの三つ股野づちも妖術じゃなくて攻撃を出すね、確率が高くなってくるんで。そうだな、まあシワクちゃんいらないな。うん、ただ僕あの本家プレイヤーなんでなかなかねこの肉食い男っていうのは手に入りづらいんだよね。まあ一応元祖持ってるんですけどね、元祖持ってるんだけども。さあ、なんかこの時間帯いろんな階級の人が入り乱ってんだ。今回初心者でしょ。え、どうしよう、やっぱ武士には狙った方がいいよねこれは。違うんだよ、違うんだよ、ブリー隊長に取り付いてもらいたいんだ。あー、でもすごい火力出るね。よし出そう、サークル回してくれ、サークル回してくれ、サークル回してくれ。こうしよう。こうしようかな。で、きた。さすがに一発はないかな。一発は、あ。こいつは一発で倒したね。取り付いたのがマスクドニャンでブリー隊長じゃなかったんで。ああ、ネタバレリーナ相当久しぶりに見たわ。いけいけ、よし倒した。うん、あ、勝ち点ゼロ？勝ち点ゼロなの？いや、その割には結構いい妖怪使ってたし、ねえ。
ゃあ本当に始めたばっかりだったんだね。はランダムバトル初めてやってね、朝の4時に初めてやるっていうのもすごいけど、よしこれ最後にしよう。最後にします。 KP ポイントも結構溜まってきたんで、これでバスターズできるな。また金の手形で。お、マッチングできない。さすがにもう朝の4時だもんな。まあ三浦さんもね、子供の頃初めて夜更かしした時がね中学生ぐらいなんですけど、まあ大体朝の4時までだよね夜更かしっていうのは。いやどんなに遅くなっても、本当はね、まあ2時とか3時ぐらいで寝ちゃった方がいいんですけど、朝の4時になっちゃうとねなかなか寝つけない。生活習慣もバラバラになるからね、あんまおすすめしないですけど。で、待たせるな、おい。この人妖怪死んだ。あー、この鳥、うわー、そう、あれ俺つけて、あれつけてなかったんだ。なめらかオイルコンつけてないの。どうしようかな。よーし、いい。多分ね、認め吹っ飛ばせるから。ジバニャンの百裂肉球で、認め、この3人全員吹っ飛ばすことができるはずなんで、いい。いいよ。さあ来い。さあ来たー。いいや、じゃあこっちも、遠慮なく回す。よし、無事に倒した。一発で倒した。ようやくジバニャンの百裂肉球で一発で倒した。で、もらっていくわ。あ、ダメージだな、これは。よし、倒した。もうあとはもう怖いものは何もない。そうか、ミトメンを使うっていうのもいいかも。あ、いや、ミトメンはどうしようかな。このシバクちゃんの代わりの妖怪何しようかな。よし、 OK。 そしたらちょっと百裂肉球使うまでもないけど、あ、倒しちゃったよ。あ、三段の人だったのか。そうか、妖怪神の人かと思ってた。はい、ということで今回はね、まあ結構前からジバニャン S のこの百裂肉球パワーアップする動画何個か作っているんですけども、まあ今日やってみた感想と、今日はねあれなんですよ、ブリー隊長を入れてみたんですけど、まだちょっと攻撃力足んないな。敵のブシニャンを一発で倒せるぐらいの破壊力持たせたいんですけど、まあブリー隊長入れたのは結構良かったんだけど、まだ足りない。うん、まあまたやっていきましょうかね。ということで今回はここでおしまいにしたいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。